ユアサ・マサーキは、日本のアニメーション監督、脚本家、デザイナー、アニメーター、福岡県出身、サイエンスサル元代表取締役。現在フリーランス幼稚園時代には、皆が喜ぶため、テレビアニメのキャラクターを描くことを繰り返していた。中学時代には、宇宙戦艦ヤマと、銀河鉄道39、ルパン三世カリオストロの城、AS を狙え、 などの劇場アニメの影響を受け、アニメーションを志した。九州産業大学芸術学部美術学科を卒業後、1987年にアジア堂へ入社。はじめは動画からキャリアをスタートしたが、彼は自分の画を持っているから、早く原画に上げた方が良いとのことですぐに原画に昇格。1990年から放送開始のチビマルコちゃんでは、 本編原画に加え、初代 OP、夢いっぱい、初代 ED、踊る、ポンポコリンの作画を担当。1992年の映画、チビマルコちゃん私の好きな歌では、1969年のドラッグレース、買い物武器の音楽シーンを手掛け、原作者の桜桃子からは、一見大人しそうに見えてとんでもないことを、次々と思いつくと評される。その後フリーランスとなり、 クレヨンしんちゃんに各は作画監督、原画として参加。1993年から始まる劇場版クレヨンしんちゃんシリーズへは第1作目から設定デザイン、原画などの役職で各作品のキーとなるもののデザインやクライマックスシーンの原画を担当するなど現在に至るまで関わり続けている。映画第1作目アクション仮面 vs ハイグレ魔王では クライマックスのアクションのアイデアを考案し、絵コンテを描いた結果、仕上がりがすごく気持ちよかったことから、それまで向いていないと感じていたアニメーションを転職に感じるようになった。またユアサは、クレヨンしんちゃんでタイプの違う演出家二人が、おのののやり方で面白いものを作っていく姿に刺激を受けたとも述べている。1996年の第4作目。 クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険と2014年の第22作目、クレヨンしんちゃんがチンコ。逆襲のロボトーちゃんでは、エコンテも担当し、特に校舎では、自身の設立したサイエンスサルが、湯浅のエコンテパートの制作を担当している。サイエンスサルについては、後日を参照。1999年、夜明けつけるルーの歌の原型となる、パイロットフィルム。 なんちゃってヴァンパイアンで初の監督。1999年 V ジャンプフェスティバルで上映されたスライム冒険機械だ家で実質監督デビュー。2004年公開の映画初監督作品マインドゲームでは脚本を務め毎日映画コンクール大藤信夫賞文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞パリキノタヨ映画祭大賞ファンタジア国際映画祭で アニメーション部門優秀賞他4つの賞を総なめにした。2006年放送のオリジナル作品、獣爪にて、テレビシリーズ初監督。自作の会話でも、原作、監督、脚本を手掛け、文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞。2010年には、森見、昇吉彦原作の四畳半身和体系を監督し、 マインドゲーム以来の二度目となる文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞を受賞。また2011年3月1日には東京アニメアワードでもテレビ部門優秀作品賞を受賞している。2012年には短編アニメーション映画キックハートの制作を発表。クラウドファンディングサイトキックスターターにて世界中から20万ドルを超える支援を受け、 翌2013年に公開。日本のアニメとしては、初の本格的クラウドファンディング活用に乗り出した作品である。2013年、米国の人気テレビシリーズ、アドベンチャータイムの話数制作を機に、アニメスタジオのサイエンスサルを設立。2014年には、松本太陽原作のピンポンザアニメーションにて、監督、全話脚本、全話絵コンテを務める。また、 9月20日にはこれまで携わってきた作品の設定資料を集めた湯浅正明大然がアスカ新社より出版された。同年12月アドベンチャータイムにて監督、脚本、絵コンテを手掛けたエピソードフードチェーンがアニメーション界のアカデミー賞と知られる米国アニー賞で監督賞にノミネートという快挙を遂げる。2015年タフアニメオブザイヤーでは ピンポンザアニメーションが TV 部門グランプリを受賞。2016年12月には2年前に発売され、品切れ、重版未定となっていた、湯浅正明大全が復刊。復刊 .com より再販が開始された。2017年4月7日には映画、夜は短し歩けよ乙女が、同年5月19日には、自身初となるオリジナル長編映画、夜明け告げるルーの歌が、 全国連続公開された。夜明け告げるルーの歌で、アヌシー国際アニメーション映画祭、長編部門最高賞、クリスタル賞を受賞。長編部門、最高賞受賞は、宮崎駿、高畑勲に次ぐ、日本人、史上3人目の快挙であった。同作は、第21回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門大賞も受賞し、湯浅は、 ショーの創設以来初めて3度大賞に選ばれた監督となった。また、個人として文化庁長官表彰を受賞した。夜は短し歩けよ乙女めは、オタワ国際アニメーションフェスティバルで、日本の作品では初となる長編部門グランプリを受賞した。2018年10月28日、第31回東京国際映画祭において、次回作が、 サーファーの女性と消防士の男性の関係を基本ラブコメとして描いた君と波に乗れたらであることが公表され2019年6月21日に公開された。2019年10月小松左京の小説日本沈没をネットフリックスでアニメシリーズ化する日本沈没2020の監督を務めることが発表された。 作品は舞台を2020年東京オリンピック後の日本に設定し2020年7月9日に配信された2020年 NHK で映像権には手を出すなを発表3月25日にはサイエンスサル代表取締役社長を退任したことを発表した2021年に古川秀夫の原作をもとにしたアニメーション映画犬王を 公開予定で、少なくともその期間までは、同社にて監督として携わる。映像権には手を出すな。は2021年3月に、第24回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門大賞を受賞し、湯浅の監督作としては4作目の大賞受賞となるとともに、テレビアニメで2度大賞を受賞した、最初の監督となった。 オリジナルなイメージにあふれた作が演出を特徴とする。童話をイメージするような独特な揺れた線、斜めに傾いた不思議なパース、カラフルな色使いなどを駆使し、独自の世界観を作り上げる。湯浅自身はテーマとして多視点を挙げ、すべての人が分かり合えるものではなく、違う考えを持つのを認め合えることを描いており、作品ごとにターゲットを変えて作っていると語る。 メインスタッフには、伊藤慎高、ユニングチョイ、三原道夫、宮沢康則、西垣翔子、河野玲、木村恵里子などと組むことが多い。末吉雄一郎とも自身の監督作品である、マインドゲーム並びに、クレヨンしんちゃんなどでも一緒に仕事することが多い。尖った作風と、裏腹に、人物は至って平凡でひょうひょうとしている。 インタビューやイベントなどに参加する際には愛用のニット帽を被ってくることが多く、一部のファンからはニット帽愛好家とも呼ばれている。ありがとうございます。